これまでのディスガイア6、超転生した Z たちを待ち受けていたのは新たな世界だった。そこは 6660X 年、魔界は核の炎に包まれた。良い子のみんな、火の扱いにはご用心。一子相伝の超魔竜を受け継いだ男 Z と世紀末魔王イバールとの戦いの火蓋が切って落とされる。だから火の扱いにはご用心だってば。うるせえ、魔王は消毒だ。ほわっちゃー、こら、火炎放射器は人に向けちゃいけません。激闘の末に勝利する Z。 そして Z は妹と二人幸せに暮らしましたとさ。おしまい。我が輩の人生に一片の悔いなし。一片の灰も残らなかったな。リンネの歯車は回り、そしてまた新たな物語が始まる。起きろ Z、 もうすぐ超転生が完了するぞ。もうこれで何万回目だ。これだけ転生してもまだ足りないっていうのかよ。相手は最強の破壊神だぞ。そう簡単に倒せるはずがなかろう。超転生するのが嫌ならもっと強くなれ。そして破壊神を倒すことだ。そうすれば超転生する必要もなくなる。ちっ、分かってるさ、そんなことは。ずいぶん贅沢な世界みたいだな。俺たちが育った墓地とはえらい違いだぜ。うむ、どうやら人間界のようだ。しかもここは。おお、勇者よ。死んでしまうとは情けない。あ、誰だお前は。わしは人間界の王、主戦闘。勇者を復活させるのがわしの役目なのである。俺が勇者だと？何言ってやがんだこいつ。ふむ、伝え聞くところによると、人間界の王には勇者を復活させる特殊な能力があるそうだ。なるほど、人間界の王の能力と超転生システムとが共鳴してこの世界に導かれたのかもしれんな。俺の腐った脳みそじゃちんぷんかんぷんだぜ。何をぶつくさ言っておる勇者。のんびり死んでいる暇はないぞ。再び破壊神を倒しに行くのである。破壊神を倒しに行けだと？お前なんかに言われなくても何度でも言ってやるぜ。 おい勇者よ、どこへ行くつもりだ。うるせえ、俺は勇者じゃねえ。第2話、王様と勇者。ヘンテコな世界に転生したみたいだぜ。文句を言うな。お前の望みを叶えるにはこの世界に転生する必要があると超転生システムが判断したのだ。その判断本当に正しいのかよ。超転生は常に最適解を求める。その判断に間違いはない。うん、わしと Z が巡り合ったのも運命だったのである。ヒゲ親父との出会いが運命。嫌な運命だぜ。あら、運命の出会いなんて素敵じゃない。きっと私との出会いも運命なのよ。そうよ、そうに違いないわ。ということは、ラララ、あなたは私の運命の王子様。なぜそうなる。
大体お前その格好もう少しなんとかならねえのかよ。今度の王子様はウブなのね。ハートにズッキョンと来ちゃった。そんなわけねえだろ。俺は女は苦手なんだよ。うむ、これまでゼットはゾンビだというだけで女たちから嫌われてきたからな。挨拶をすれば罵倒で返され、落とし物を拾ってやったのにゾンビに触られたと逆ギレされ、初恋の女の子には近づいただけで気絶されてしまったという黒歴史の持ち主なのだ。そんなゼットに嘘でも言い寄る女が目の前に出現したのだ。内心では興味津々のはず。勝手な分析してんじゃねえ、このクソ犬め。あら、かわいそうな王子様。誰にも愛されてこなかったのよ。でも大丈夫、私のために破壊神を倒してくれたら。ララララ歌っている場合ではないぞ。怪しい連中に囲まれたのである。なんだこいつら。彼らは歴代王子様よ。破壊神に殺されて死んだ後も私への愛が忘れられないみたい。それは多分愛じゃないと思うぞ。666人目の王子様、私破壊神から救ってちょうだい。そしてラーラーラーハッピーエンドへと導いて。最強の破壊神、それは究極の最悪。無規則に姿を現しては無秩序に破壊を行うも、無数の世界、無量大数ほどの悪魔がその力に飲まれ無に帰した。破壊神に勝てるものなし、破壊神に壊せぬものなし。その最強の破壊神が倒されたことを今はまだ誰も知らずにいた。おい、ケルベロス、ここで間違いないんだな。ああ、間違いない。奥から強烈な魔力の匂いがプンプンしている。本当かよ、その腐った鼻が効いてるとは思えねえけどな。腐っているのはお互い様だ。おっと、門番がいるぞ。さすがは魔界の重鎮が集う大暗黒議会、警備は万全か。ほう、我々を通さんつもりか。主賓に対して失礼な奴らだ。構うことはねえ、邪魔するやつはぶちのめすだけだぜ。ちょっとつ猛進、強行突破か。相変わらず血の気の多いやつだ。血は通ってねえんだけどな、ゾンビだし。
大暗黒議会の門番にしては大したことなかったな。お前が強くなりすぎたのだ、ゼット。それにしてもお前変わったな。少し前まではニャハハハ、死ね死ね死ねとか、バーカバーカ、負けるやつが悪いんだよとか、暴言三昧のクソガキだったのに。さあ覚えてねえな、脳みそ腐ってるし。もう忘れたぜ。悲しみを乗り越えて変わったか。おいクソ犬、そのことに気安く触れるんじゃねえ。そうだったな。おっと、見えてきたぞ、大暗黒議会だ。えい、破壊神の情報はまだつかめんのか。破壊神が行方をくらませてから早数日、あの化け物、これほど長い間何も破壊せずにいるなど前代未聞だ。破壊神はどこへ行ったのだ。一体何が起きている。教えてやろうか。なんだ貴様らは。大暗黒議会の真っ最中だと。まったく、こんな小汚いゾンビが紛れ込むとは。門番どもは何をやっているのだ。彼らなら今頃いい夢を見ているだろうさ。ムハハハハハ、バカも休み休み言え。貴様らごときがあの門番レベル999を倒せるはずが。何？門番が全員やられただと。貴様、一体何者だ。お前らが血眼になって探してる破壊神、あいつは俺が倒した。な、破壊神を倒しただと。貴様のようなただのゾンビが。ブッハ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 ッ、あの最強の破壊神を倒せるわけがないだろう。雑魚なら門番レベル999は倒せまい。これはどう説明するつもりだ。くっ、そんなものはトリックだ。インチキしたに決まっている。この魔王イバールと大暗黒議会に集う悪魔たちが貴様らの嘘を暴いてやる。最強の破壊神を倒したというのが嘘だと証明されたら即座に処刑してやるからな。お前らが俺を処刑するだと？笑わせるぜ。なんだと。ゾンビのくせに生意気な。そう、俺はただのゾンビだ。そのただのゾンビがどうやって最強の破壊神を倒したのか、心して聞きやがれ。1話、リンネのドラマ剣。